今回は、アニメチェンソーマン、で早く見たいシーンを一つ思い浮かべてください。に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。ここですね。これがメンタリズムです。スレガのシーンのデンジ君と、ビーム君の会話、IQ2 くらいしかなくて好き。違う。チラウも花江ボイスで早く聞きたい。あれはいたずらレベルじゃねえ殺すぞ、が見たい。バン、バー、バー。はい、にゃんぼちゃん。ここ、牛尾健介の音楽と相まって、すげえ不気味でゾクゾクする雰囲気になると思う。宇宙飛行士の花道から闇の悪魔権限、ハロウィン、ゲロ中、目に優しい格好してるレゼ。ここ、めっちゃスローモーションでやってほしい。衝突した瞬間を3カメ使って描写してほしい。どこかの構図で、パワーとコベニの顔も含めた、全体図を映してほしい。ここだけ、無駄に秒数使いまくってほしい。逆にすげえ速さでやって、は?ってなってもいいと思う。永久期間。ペース的に、アニメ5話か6話で見れそうだな。雪合戦でした。いつになるんですかね。喫茶店に走って向かおうとするレゼを、大量のネズミが追い越して、そのネズミが山を成した中からマキマが現れるシーン、というかあの一連のシーン全般。ここはマジで楽しみだわ。分割なんクール目かなー。レズセ。さ。さすがに許されないか。許されないのか。アニオリでねっとりやってほしい。伏せさんは高いんだよね確か。ここは見てみたいけど、ワードがある程度カットされてもしゃあないな。って割り切っちゃうけどやっぱ見てみたいな。幼児対抗パワー。ナースパワーちゃんが、ナースマキマさんにいじめられるシーン。光の力で爆発するところ。アキパイの契約悪魔が、コマの外から指で剣を弾くやつ。宇宙飛行士カーペット。演出監督のセンスが試される難所来たな。120点が求められる場面だからマジで頑張ってほしい。逆にこれどんな演出かなら120点出せるんだろうな。生姜焼き。サメチェーンソー。クアンシ様が超スピードで切りまくってくとこ。じいちゃんヤクザだったけど正義のヤクザでさー、の一連のセリフ。そりゃもう最強の大会。宇宙飛行士カーペットは、マジでどんな描写だとしても文句言われそう。どう演出したらいいんだよ、あれ。全体的にハードル上がりすぎてる感はある。アニメは BGM が控えめすぎるとか言われてたけど、この場面は逆に控えめどころかシーン。ってしばらく静まり返っててほしい。逆にキモい BGM 全開でも良い気がしてる。それをやって成功させたらでんぐり返るわ。YouTube にある休刊発売記念スペシャル PV は、漫画の切り抜きだけど、宇宙飛行士のシーンをはじめ、全部のカットが不穏な音楽と相まって、めちゃくちゃかっこいいんだよね。この BGM の中でも、コベニカーでやらかした時のパワーちゃんと、コベニちゃんのあの顔のシーンは笑えるし。やっぱタツキ先生の画力がすごすぎ。なんとかアニメでも頑張って表現してほしい、切実。あれほんともう大好き、カエルの使い方も最高。辛い展開の前に、アニオリの日常会をマシマシでやってほしい。3人で雪合戦する日常会とか見たいね。人の心とかないんか。ただの虚無会になるからやめてほしい。タツキが話の流れ考えるならいいけどね。何も見たくねえ。仕事してからしね。は飛ばさないでほしい。やっぱ雪合戦だな。どんな音楽にするのかみたい。仲良し同士の心温まる雪合戦だよな。白目。今のアニメ演出だと。ぶっ飛んでるシーンは期待できないな。原作の第1話は、読み切りとして成り立つほど完成度が高くて大好きなのに、チェンソーマン初登場と、ギャーハッハの決めを台無しにされた時点で、もう手遅れなり。もう悲しくて虚しいだけで、叩く気にもならんわさ。コメディシーンがことごとく滑ってて辛い、シリアスパートはすごくいいんだけどね、コメディのところは抑えた演技よりはっちゃけてほしい。こういうこと言っちゃう人って、友人とか家族とか集めて大人数で鑑賞してるのかな?まさか主観だけで、滑ってる、なんて決めつけないだろうし、どうやって判断してるんだろ?いや主観だけどそれは何の問題もないだろ。君はそう思ってないのかもしれないがそれも主観だし、めちゃくちゃ言ってる自覚持った方がいい。主観でしか判断できないことに、滑ってる、なんて対極的な表現を使ってる方がめちゃくちゃだし、どんなシーンが見たい?って記事に、見たくない、なんてわざわざ言いに来る方々もめちゃくちゃじゃね?あくまで個人の価値観で滑ってると感じたのを言ってるだけで、何も対極的じゃないし君に、滑ってるよな?と押し付けてるわけでもない35本人ではないんだけど、俺目線からこのコメントを見てもシリアスは面白いんだけど、コメディは、個人的に、滑ってるからもうちょっと変化が欲しい、としか捉えれないし、見たくない、なんて捉え方してる方がおかしく映るかな、コメディ面白い。って意見に、滑ってるだろって言ってるならまだわかるけどね。
滑る滑らないの前に、ギャグシーンをギャグとして演出してないのがね、ギャグ滑るの怖いから、リアルな演出に逃げて結果滑ってるというか、あんまりギャグやりたくないのかな、みたいに感じちゃうよね。なんだか描写が中途半端になっちゃって、ギャグが成立してないというか、電磁の変化を絶対映したくない、わちゃわちゃしたやりとりも、画面に出したくない、引きでマキマさんの尻でも映しておけばいいだろみたいな。マッパはバトル漫画のギャグシーン苦手だからな、間を取るのが下手っていうか、バトル派はまあ、動く方だけど、そこが下手なせいで足引っ張られることも多い、せっかくのバトルシーンも、すげえバトルだ、より、急にやる気出したな、って感じになる。これめっちゃわかるな、正直自分はクオリティに関してはめっちゃ満足してるけど、ギャグシーンの扱いのせいでなんだかなーってなってる。これな、アニメの演出が微妙すぎて見たいシーンがない。作がいいのに演出が微妙だね。劇版も他のアニメで評価されてる人が作ってるのに、使い方が微妙で印象に残らないからかわいそう。アクションシーンですら BGM 控えめすぎて。雪合戦シーンとかはバッチしハマると思うが、まだまだ先なんだよな。闇の悪魔戦を、雪合戦なら今の演出で合ってると思うんだよな。ギャグがシリアスの犠牲になったのはあると思うけど、それ以外は結構期待できそうだと思う。実写意識してるのか、コメディっぽいシーンでも抑えめの演技指示してるのはほんまあかん。これは広角機動隊じゃなくてチェンソーマンなのに。チェンソーマンはね、ギャグのキレが良くて、演技や BGM もはっちゃけてて、演出全部が完璧じゃなきゃいけないの。ピンポーンのとこ、ファミリー。多品出てセリフが沈黙のところほんと好き、テンポよく天丼なの大好き。最強の大会分けるたびに、あの音が鳴るんだろうか、笑っちゃうだろうけど、何か違う気がする、正解の演出が難しいアニメだな。最強の大会は多分、すっごい引きの絵になって、何蹴ってるのか、よくわからない感じになりそう。レズハーレムはカットしないでやりきってほしい。今のアニメのテンションで、これらが表現されるの想像したら笑える。次はどんなずらしを見せてくれるのか。って、期待のされ方がまるで八丸くんみたい。だいぶ後だが五か線。未来最高？わざわざ覚えてるあたり自慢に思ってそう、の時の伏せさんの顔。パワーちゃんが車で引くところ。マキマさんヘッドショット、当時マジでびっくりした。その後のヤクザ圧殺も含め、新規の方々の反応が楽しみ。秋が金玉の悪魔、電磁、に襲撃された時のうめき声が迫真だったので、サムソーさんの金魂歌にも期待。ダンレボむちゃくちゃ見たいけど、ダントツで映像化の難易度が高いと思う。銃の悪魔登場と死亡者リストの下り、あれはただ破壊してテロップを出すだけの演出だとチープに映るから、とことん無情、告白にやってほしい。どれも引きの絵で抑揚のないセリフと、無味無臭の劇版の微妙なシーンになりそう。コベニカーでアキくんのびっくり顔。ファミリーバーガーは全部楽しみ、ただいまのまま行くと、想像してるテンションにならなさそうで不安もある。コベニカーのシーン楽しみにしてたら、オープニング主題歌の PV で、ほぼ完璧な再現を届けされるのは草生える。あの流れなら時田さんが、この人殺しが、をやるのかと思ったわう。見たい場面が多すぎる。ただ、やっぱ後半に集中してるなって印象。漫画にはないつなぎのシーンをアニメで保管しつつ、一枚絵の迫力あるシーンは同じ構図で表現して欲しかったなと思ってる。そんな簡単に言うなよ。プロでしょ？シャウンかけてるんでしょ？もうコメディシーンとか、アニメで見たかった電磁のセリフには期待してないから、次の夢バトルもノーベル賞も淡々と流されて終わりだろうな。電磁とパワーの言い争いのシーンで、なぜかマキマの尻を映し続けて勢い急ぐ監督だからな。ギャグシーンは期待できないな。あれはいたずらレベルじゃねえ。殺すぞ。顔が迫真すぎる。本気で何やらかしたんだ。